関さんに相談いたしましたら、黒谷先生の、なんですか、CV は、ドイツ語版しか入っておられまして、ドイツ語で、予約すると言ってませんから、急遽、ウィキペディアを見てきました。そうしますとですね、ウィキペディアには次のように書いてあります。広渡り聖子。1945年9月10日は、日本の法学者。東京大学名誉教授、専門はドイツ法、企画法、法社会学というふうに書いております。で、略歴にですね、取りますけれども、福岡県出身だったんです。で、1968年3月に京都大学法学部を卒業です、京都大学の助手を受けましてですね、73年から東京大学社会科学という助手を受けました。それから物質の関わりが非常に強い先生なんですけれども、80年の10月から82年の9月までドイツのフンボルト財団奨学生としてドイツギーセン大学に留学されております。87年にはドイツベルリン自由大学の客員講師、91年に東京大学社会科学研究所の教授に就任されております。その後93年から94年にかけてですね、ドイツのミュンヘン大学の客員教授を務められ、98年に東京大学社会科学研究所の所長に就任されています。2002年には東京大学の副学長、2009年3月には東京大学を定年退職されて名誉教授に委任されております。その後同年4月に専修大学の法学部の教授に就任されました。また2011年のちょうど東日本大震災の後でしょうか、日本学術会議の第21期の会長に選出されておりまして、先生大変ご活躍でいらっしゃった記憶があります。私の記憶としてはですね、大震災の後先生学術会議の会長に就任されて、その時の経験をとるんですね、翌年でしたか、学者にできることは何かいろいろな本を書かれて、私もいただいたことあるんですけど、今でも私の書棚の一番上に飾ってありますけど、飾ってあるときはちゃんと読みました。本名を受けました。私も当時に学生理科系の人間ですので、ああいった社会的な最悪に対して学者が何をできるかなといつも考えてたんです。もう先生の著書でアピールの学者がすることはこういうことなんだと感心して読んだ記憶がございます。そういったことでですね、清谷先生はご自身の学問としては社会にどうコミットしていくかというところに十分な力を注がれる、そういったアクティブな方だなという印象がございます。今日はですね、皆さんの手元ありますように、現代ドイツにおける市民社会論ということでご講演いたします。で、先生講演をする前にですね、この講演はNPO 法人のオールアバウトサイエンスジャパンの協力のもとで録画されて YouTube で発信されます。本件に関して大変ご尽力いただきました、関西支部長の今楽しみです。ありがとうございました。それでは伊藤先生、はい、ご応援お願いします。はい、今日は時間を間違えて誠に申し訳ありません。ギリギリセーフだったんでしょうか。それで今日は現代ドイツにおける市民社会論というテーマを選んだんですけれども、市民社会論というか市民社会という言葉は、まあ、いろんな場面でいろんな文脈でいろんな形で使われていて、市民社会をどういうふうに学問的に論ずるかっていうのは非常に難しいテーマではないかと思いますけれども、実は私も多分、2000年以降ぐらいにこの市民社会論という言葉に、まあ、こだわっていろんなことを考えるようになりまして、で、ごく最近、こういう表題で論文を書いたこともあり、それから一番最後にご紹介して、つまりこういうテーマがなぜ今の私に必要な検討課題なのかっていうことをお話ししようと思ったんですけども、実は私日本法社学会の理事長を務めたこともあるんですけれども、この5月に日本法社学会は市民社会の帯同と法社会学というテーマの全体シンポジウムを開催することに
なりました。で、僕も報告を頼まれたんですけれども、これは保守学会の長い歴史の中で全体シンポジウムのテーマに市民社会というのが歌われたのは初めてです。もちろん市民社会という概念はいろんな形で議論されますので、保守学者はみんなこのキーワードでいろんなことを論じているんですけれども、学会テーマとしては初めてで、なぜかというのは企画者運動若い人です。40歳半ばの若い先生が今度の企画者なんですけども、彼の企画の趣旨の説明だとですね、これいきなり現実政治なんですけど、安倍政権の下で、安保法制が強行採決をされたと。で、これをめぐって日本の人々が大いに、まあ、盛り上がったっていうか、反対運動が大きく展開した。で、これをもって彼は日本の中に市民社会が動き始めたと捉えることができるのではないかというふうに問題を立てて、ついては広渡さんいろいろやりましたよねということで、その自らの実践的、活動を市民社会というフレームの中でどう理論化するかを報告してくださいまた難しいなと思ったんです。まあ、そういうこともあって、その前提にですね、やっぱり学問的に整理をしないと市民社会というキーワードだけでいろいろ楽しんでいてもしょうがないので、まずはどのように市民社会を論ずるかということについて少しちゃんと考えてみようということで、今日のつまり5月の報告の準備がてらということもあるんですけど、お話をすることにしました。で、そこで市民社会という言葉なんですが、これはドイツにユルゲン国家という歴史学者がいまして、この国家さんはこの市民社会についてずっといろんな形で、本を書いたり議論を展開してるんですね。で、まあ、このユルゲン国家さんのドイツについての全体の見取り図の説明をちょっと借りながらですね、日本との関係、まあ、日本の社会科学で市民社会を論ずる論じ方とドイツの社会科学で市民社会を論ずる論じ方はかなり違います。それは日本とドイツの歴史の理想の差によるんですけども、まあ、そういうことも含めて、でその国家によるとですね、実は市民社会っていう言葉はキーワードは1980年代以降にルネサンスを迎えたというわけですね。でそこで今日はそれを1980年以降と以前とちょっと分けて整理をして、そしてなぜ1980年以降に、これは世界的な傾向であって、まあ、ドイツだけに限りません、英米圏も含めてアジアも含めて1980年以降に社会科学の中で大いに市民社会が論じられるようになったというわけです。でそのなぜ論じられるようになったかというか、後でご説明しますけれども、これは学問的なその内発的な発展の結果というよりも政治的な条件の変化です。つまり世界的に見て大きく、社会の在り方が論じられるようになったということと関連しているの で、そういう意味では市民社会が1980年代以降ルネサンスを迎えたというのは、これ政治的な文脈によって説明されるんですけども、でも同時に社会科学で議論されるので、じゃあどのように学問的にそれは論ずることができるかという議論も合わせて展開するという、まあ、そういう、政治性と学術性という2つの性格を持ったテーマが市民社会であると。で日本とドイツの最も大きな違い、これは現在の段階ではそのあたりはかなり曖昧になってきました。つまり新しい市民社会論が論ずられるようになって、このあたりは曖昧になってきてるんですけども、でも、第二次世界大戦後だけに限定して言うと、第二次世界大戦後の市民社会論はドイツではほぼヘーゲル・マルクス的な、後で説明しますが、ヘーゲル・マルクス的な市民社会の理解が一般化していて、市民社会というものにポジティブなイメージを描いてドイツで市民社会を作ろうよねなんていう話はないと、基本的にない。そんなことは社会科学的にはありえない話けれども、日本は逆に戦後の社会科学は日本社会の近代化というものを、これは学問的にそう表現するかどうかは別ですけれども、まあ、自分の学問をするときに、戦前の日本社会は欧米型の近代的な社会、市民社会ではなかったと、だから戦後それを作ることが課題ではないかということをかなりの学者が考えて、したがって市民社会というキーワードがポジティブに語られる、ポジティブに語られる。
まあ、そういうあの状況の変化、状況の違いというのは日独にあったと思いますけれども、でもちろんそれを受けた上で今1980年以降の新しい市民社会の論議はドイツの議論も日本の議論も同じレベルで、つまりこれは世界的なあの共通のレベルで行われている。これがあの全体の見取り図なんですね。でそこであのレジュメの1です。第1番目の項目ですけれども、現代ドイツにおける市民社会の用語、これ非常に分かりやすくてはっきりあの問題状況が出てくるので、これを最初に設定したんですけれども、市民社会は、まあ、日本では市民社会という言葉これ一つしかありません。あの英語ではシビルソサイティですけれども、ドイツ語ではこれを表現するのに3つの表現が使われています。ビュアリヒゲゼルシャフト、それからツビルゲゼルシャフト、ビュルガーゲゼルシャフト。昨日の段階で、Google 聞きましたら検索件数、一番多いのはツイルゲゼルシャフトが288万件、それからビルガリヒゲゼルシャフトが110万件で、ビルガゲゼルシャフトが 37.7 万件出てきました。ですからツイルゲゼルシャフトが一番、頻度の多い、利用のされ方をしていて、そして、社会学者の解説だとこの2丸2、ツビルゲゼルシャフトとビルガゲゼルシャフトというのはいわゆる英語のシビルソサエティと同意義のドイツ語として現在使われていると、使われていると。でただしどうしてビルガゲゼルシャフトが少ないかというと、こちらは市民、これ市民のまさに市民の社会なんですけど、ビルガっていうその言葉に特別の地位、つまり市民権を得たものとか、これは、まあ、市民権を得たものはあの外国人は市民権がないとか、つまりあのビュルガ・ゲゼルシャフトっていうのは、こう市民を中心の社会というに考えていたとしても、この市民に特別のあるいは特権的な地位が付与されているかのようなニュアンスを伴うので、あまり使われない、こういうふうに言われています。でそこでこの 1,2,3 でこのビュルガ・ゲゼルシャフトは1980年代以前に使われていた最も、つまりあの市民社会といえばドイツで市民社会といえばビルガリヒゲゼルシャフトが使われていた。1987年以降に丸2丸3が使われるようになった、こういう時期的な区分があるということなんですね。でこれはあのユルゲン効果の説明ですとですね、実はその、後で言うようにビルガリヒゲゼルシャフトはヘーゲルが初めてきちんと使った、提供して使った言葉なんですけども、ヘーゲルがビルガリヒゲゼルシャフトを使ったその時点においてツビルゲゼルシャフトとかビルガゲゼルシャフトというドイツ語は存在したって国家が言ってるんですけども、僕の見るところあのそういうその形跡を発見できなかったので、これはまた後でドイツ語に詳しい先生にお聞きしたいなと思ったところなんですけども、で、丸1丸2丸3、3つ市民社会に対応するドイツ語があって、丸1は古いバージョン、丸2丸3が新しいバージョン、こういうことなんですね。それからちょっとここで法律学のことをちょっと入れておいたんですけども、市民社会っていうと市民法っていうか、これあの、日本で民法っていうのは、まあ、ドイツ語でビルガリヒスレヒトとかツビルレヒトとかっていうふうに言います。でこの言葉はあのヘーゲルがビルガリヒゲゼルシャフトを使ったり、後で話しますようにハーマスがツビルゲゼルシャフトという言葉を使ったよりもうんと昔からローマ法をドイツ人が受け入れて、ドイツの法律学の議論をするようになって以降、すでにこの、ビルガリヒスレヒトとかツビルレヒトという言い方は存在したということなんですね。でこれはあの、ラテン語のユースキビレっていうのドイツ語訳が、このビルガリヒスレヒトであるとかツビルレヒトであるというふうに言われています。でもともとこのユースキビレって市民法っていうのはローマ市民、特権を持ったローマ市民にだけ適用される法律のことをユースキビレと言ったんですけれども、ローマの末期にはローマ帝国支配下の地域の住民にはすべて、ローマ市民の権利が認められるというふうに普遍化しましたので、ですから市民法と万民法、つまりローマ市民に適用される市民法とそれ以外のローマ帝国に服属している地域の民衆に適用される万民法という区別がもうほとんど意味がなくなりまして、でこれ以降は司法と公法という2つの、法律の、対概念が使われるようになった。そしてドイツも日本も民法学者、法律学者は民法は市民社会の法であり司法の一般法であるというふうに定義します。
ですから法律学をやるときには民法は市民社会の方であるって言いますから、市民社会とは何かっていうことが当然出てくるわけですね。でそれは社会科学の勉強をしなくても民法学の授業を聞きに行くと先生が言うんですよ。民法は市民社会の方である。で市民社会って何ですかって入って手を聞くと、こういう説明が行われる。市民社会とは自由平等独立の市民が自由意志に基づいて契約を通じて構成する社会ですというわけですね。でその場合にじゃあ国家はどこにいるんですか。国家はその市民社会の秩序を保障する役割を持っていますということなので、一般的な法律学的な理解だと国家と市民社会って2つあって、これ国家と市民社会の二元論と言いますけれども、市民社会が私的な主体の集まりで、ここにいる人々は自由で平等で独立の市民であって、で契約によって決定を作っている。でこれを保障するのは国家だ。国家と市民社会は二元的である。でしたがって国家に関する方が公法で、市民社会に関する方が司法である。で公法と司法は二元的で、実はこれがドイツでも日本でも法律学の一般的な理解なんですけれども、でこの理解は実はヘーゲル的理解なんですね。ヘーゲル的理解で後で説明しますが、ですから市民社会を基本的きちんと論ずるように学者が論じたいと考え始めるとですね、こういう法律学の一般常識もどういうふうに市民社会の概念を利用するかによって動く可能性があるということになります。これちょっと難しいのでまた後でお話をしたいと思いますが、でそこで1980年以降に、市民社会論が新しく論じられる、それまでの市民社会論はどういうふうに論じられてきたかっていうのが2と3です。でここあんまり立ち入ってもしょうがないので皆さん大体ご承知のところなんで簡単にしますけれども、市民社会っていう言葉そのものですけれども、ソシエテ、シビルとかシビルソサエティっていうこの欧米語、実はドイツには市民社会って言葉がうまくないんです。うまく存在しないんです。これ後でお話しますけども、だからフランス語と英語ではこうになって、でこの欧米語のこの言葉は、アリストテレスのコイノニアポリティケという、これをキケロが、ソキエタスキビリスというラテン語に翻訳をして、これが欧米の、文化の基本的な財産になって、そして近代になって、この概念が実は近代社会を正当化するための議論に援用されるということになるわけですね。で典型的にはロック、ルソー、カントが近代社会をいわば市民社会として正当化する、つまり近代国家、近代社会の在り方を正当化するためにこの市民社会というキーワードを使うことになるというのがまず第一番目なんですね。でロックの統治理論、これは米内文庫ですぐ読みますので、僕ロックが一番面白いと読んでて一番面白いと思いますけれども、ロックはですね、社会は2つあって、コンジュガルソサエティ、婚姻社会っていうのが、これは男女が自発的に、契約をして、これが人間社会の中で一番最初の社会であると言ってます。男女の自発的な契約に基づく婚姻社会ですね、コンジュアルソサイティで、これを基礎にして、まあ、ここで生命活動が行われるわけです。これを基礎にして、ポリティカルソサイティで、ロックは全く同じ意味ですか、ポリティカルとシビルはロックにおいて同じ意味なんですけども、シビルソサイティというものが、我々がそこで、いろんな活動をしている社会であると。でそのシビルソサイティとは何かっていうと、プロパティ、ロックはプロパティっていう概念が一番重要な概念なんですけれども、このプロパティには実は2つの種類のプロパティがあって、これは加藤隆さんという一番最新の統治理論の翻訳をした加藤隆さんが非常に詳細に論じているんですけれども、ロックはですね、自分自身に対してもうプロパティが成立するって言ってるんですよ。自分自身自分の体だから、人によってはロックは自己所有権、自己の身体についての所有権を認めたっていう言い方をする人もあるんですけども、そうではなくてですね、自分自身に対するプロパティっていうのは、今流の言葉で言うと自分の尊厳ですね、自分の尊厳についての権利を持ってるっていうのがロックの考え方。そして同時にその尊厳を持った人間が自分の労働で作り出したものに対しては
プロパティを持つっていうんで、これはまあ我々が理解する財に対する所有権ですね。ですからあのロックの言い方だとプロパティ、自分自身の体に対する、これ加藤さんは固有権、あの所有権と訳すと財に対する権利とあの混同されるとね、プロパティと同じ言葉を彼は統治理論の中で使い分けてるんですけども、自分の尊厳に対する権利と自分の労働によって作り出したものに対する所有権、まあ、固有権と所有権と翻訳してますけども、これの相互保全を目的にして社会契約によって設立される社会がシビルソサイティであると、こういうふうに言ってるわけですね。でこういうふうに、つまりこれ説明の仕方なので、社会の成り立ちについての説明の仕方なので、こういうふうにまあ正当化したということですね。でルソーの社会契約は皆さんよくご承知の通りです。ルソーはそういう社会契約で作り出したものをレピブリック、共和国である、あるいはコルプスポリティックである、政治体である、でその構成員はプープル、人民であって、でそれを試験に参加するものとして捉えた時にはシュトワイアンであると、こういうふうに言ってるわけです。でカントはあのルソーを晩年になって、受け入れるんですけれども、でここであのドイツ的な微妙な問題が出てくるんですね。実はそのシビルソサイティとかソシエテシビルという英語やフランス語に対応するドイツ語が作れないんです。作れないんですね。でカントは道徳形状学、これ1797年の刊行ですけども、ここでルソーのシュトワイアンの概念にドイツ語のシュターツビルガーって言葉を当てるんですよ。これシュターツビルガーっていうのは今は普通に使われています。で日本でいうとあの公民権者みたいなやつですね。あの公の民って書く、あれにニュアンスが一番近いんですけれども、でもここでははっきりシュターツとビルガーを組み合わせてるんです。ですから直訳で国家市民というのが一番適役だなと思ってるんですけれども、でカントはシュトワイアンの概念をドイツ語に翻訳するときにドイツにないと考えたわけですね。ない、その概念はないので新しく作った、これカントの作った言葉のシュターツビルガーって。でなぜないと考えたのかっていうことなんですけども、ちょっとその前にこのシュターツブルガーの説明を2ページ目の最初で 見ますとですね、カントはこの社会契約論を受け入れたんです。ドイツの国家社会についても社会契約論的に説明することによって初めて正当化できると考えたわけですね。だけどまあ実際王様がいて、王様が人民と社会契約を締結したわけではないので、そういう説明の仕方をすることによって初めて国家というものは正当化されるんだよというふうにカントは言って、だから社会契約が、人民の間で締結されるということは一つの理想なんだというふうにカントは考えたんですね。現実にそう歴史が動いてるわけではないんだけども、でもこれ以外の近代国家近代社会の正当化をする説明はないんだというふうにカントは考えたわけですけれども、でこういうふうに言ってます。で立法というものは人民の集合された意思のみに帰属すると、これだからあの帰属しているってんじゃないですよね、帰属すべきであると言ってるわけです。で立法のために集合したそのような社会、これカントの翻訳です。立法のために集合したそのような社会、これゲゼルシャフト、そしてこの後に丸括弧つけてソキエタスキビリスというラテン語をそのまま入れてるんですよ。カントは入れてるんです、これドイツ語にできないから。でゲゼルシャフト、すなわちシュタートと言ってるんです。つまりラテン語のソキエタスキビリスというのはゲゼルシャフト、ネームリヒ、シュタート、つまり社会と国家が一緒になったものというふうにしかドイツ語的概念では理解できないので、あの社会すなわち国家と言ってるんですね。でこれを英語ではシビルソサイティ、フランス語ではソシエタシビルというふうに言ってるけれども、これに一語で対応するものはドイツ語にないというふうにカントは考えたんですね。そしてこの社会すなわち国家のソキエタスキビリス、ラテン語に言うとのソキエタスキビリスの構成員を私はシュターツビルガーと呼びますと。でこのシュターツビルガーの属性は法律的な自由を持つこと、市民的平等を持つことで、市民的独立性を持つこと、こういうふうに言ってます。でそれぞれこの市民的にはビルガーについて使ってるんですね。だから国家市民は、ビルガリヒケな
に平等であり、ビルガリヒに独立であるということを言ってるわけですから、なぜここでカントはこのビルガーという言葉を使ってビルガリヒテゲゼルシャフトと言わなかったのかと、つまりソキエタスキビエスとしか言わなかったのかということなんですけれども、これは僕の理解で、誰も他の人が言ってるわけではありませんが、おそらくその理由はですね、カントはケニスベルクっていうところに住んでましたけれども、ケニスベルクはプロイセンの支配地域です。で、1794年、カントがこの道徳啓示学を書いたその頃に、プロイセンの半島ではプロイセン一般ランド法という法典が施行されていましたが、その法典を読むとビュルガーっていうのはちゃんと法律上の規定があって、これは市民身分、貴族あるいは農民として、生まれていない、でかつ生まれた以降貴族や農民になっていない都市に住んでる、住民のことをビュルガーと呼ぶ、そしてビュルガーは、都市において市民権を与えられたものであるという法律上の定義がビュルガーについて行われているんです、プロイセン一般ランド法で。でこのビュルガーは、シトワイエンではないんですね。つまり主権者としての市民という意味を、プロイセン一般ランド法のビュルガーは持ってないので、このビュルガーっていう言葉をシトワイエンに対応する言葉としてドイツで使うことはできないとカントは思った。だから前にシュトアーツをつけてシュトアーツビュルガーという言葉を生み出したということですね。でこれドイツで市民社会という言葉が、英語のシビルソサイティとかフランス語の、そしてシビルみたいな一つのイメージで議論することが非常に難しい、なんて言いましょうか、言葉上の歴史的伝統の枠があるということがここでよくわかるわけです。でこのシュターツビルガーはカントが作りましたが、これはその後普及します。でどういうふうに普及するかというと、これはいわゆる国籍ですね、国籍を全く価値的意味を込めずに表現すると、ドイツ語で表現するとシュターツアンゲヘリヒカイト、これは国に属している、国に属することですね、シュターツアンゲヘリヒカイト、これが国籍の法律上の用語です、国籍表はシュターツアンゲヘリヒカイツゲゼッツというふうに言うわけですけれども、実はこれと並んでシュターツビルガーシャフトっていうのも国籍という言葉で、同じように使われます。現在でこれはどちらかというと英語のシティズンシップに近いニュアンスなんですね。シティズンシップに近いニュアンスです。で英語のナショナリティ、これ国籍ですよね。パスポートで国籍のナショナリティですけど、これシティズンシップとナショナリティがどう違うか、英語的なニュアンスでどう違うかって議論ももちろんあるんですけれども、でも法律制度的にはほぼ同義に使われています。同義に使われています。で歴史的にはシュターツビルガーシャフト、シュターツビルガーっていうのはシズン、シトワイアン、ですからシズンシップに対応するようなイメージを持たせてカントが作ったんですけれども、現在では、シュターツビルガーシャフトは国籍と同じ、ほとんど全く同じ意味で今使われています。今使われたんですね。ところがちょっとこれも余計な話なんですけれども、EU の文書を見ると、EU のポータルに入ると EU 加盟国の全部の国語に対応して、EU の文書を全部読みますから、どの国の言葉でも読めるので、ですから英語の文書とドイツ語の文書をすぐ比べることができるわけですね。で EU の文書で、シチズンシップというふうに書かれているところですね。これEU 市民権となって EU のシチズンシップというのがすでに制度的に EU 法の中で確立しているわけですけれども、これをドイツ語に表現するときにどういうふうに言うか、シュターツビルガーシャフトはニュアンスとしてはシチズンシップに似てるよねっていうので、シュターツビルガーシャフトでは EU というふうに書くとですね、じゃあヨーロッパ連合はシュタートなのというふうになっちゃうでしょ。ニュアンスの話ですけど、でこれまずいというふうにドイツには絶対思うわけです。でそこでしょうがないので EU 文書で
英語でシビルソサイティと書かれているところはドイツ語でしばしばシビルビルガシャフトというふうに書かれているんですね。これまたここで新しい言葉ができているんですけども、でこちらの方が、まあ、シティズンシップにあのこう親近性があるというふうにドイツの人々は考えてこれを使っているじゃないかですね。でそこであの公式の法律用語としては、英語でシティズンシップ・オブ・ EU というふうに表現されるところはドイツ語で何ていうかウニオンスビルガシャフトっていうんですよ。だからそのこれもまた ドイツ語が苦労して作った言葉ですね。ウニオンスビルガシャフトっていう言葉をこれ法律用語として使って、これを EU のシティズンシップっていう同じ意味でドイツ人が使ってる。から平 の法律用語としてはなくて文章上シティズンシップが出てくるとチビルゲゼルシャフト、あチビルビルガシャフトと使ってる。非常に苦労してるんですね。でそれはシビルソサイティっていうコンセプトがドイツの歴史の中にないからなんです。でなぜないかっていうのがこの次なんですけども、そこ でカントが来るとヘーゲルですよね。ヘーゲルマルクス、カントヘーゲルマルクスが来るんですけども、で実はドイツの哲学者学学の中で最初に市民社会っていうものを明確に、でカントはまだあのソキエタスキビリスと言ってる、でシュタツビルガーって言って、つまりあのロックやルソーの系統でカントは考えてる。でこれに対してヘーゲルは全く違った市民社会論を立てる。でこれがヘーゲルのビルガーにしてゲゼルシャフトの議論です。これは皆さんよくご承知の通りに法哲学要項で、つまりこの世界をこう整理するときに家族、市民社会、国家というふうに配置をして、で市民社会というものが何かということをここでヘーゲルは定義的に論ずるわけですけれども、このときにヘーゲルが論じたビルガリヒ・ゲゼルシャフト、これは、ロックやルソーやカントはソキエタス・キビリスというのは一つの政治的な共同体、市民の政治的な共同体をイメージしていましたけれども、ヘーゲルはそこからはっきりそれを分けて、そうではなくて市民社会というのはいろんな要求を持った人々の集まりだと。で、まあ、哲学的に言うとそれ特殊性っていうんですけれども、つまり個人私的な利害だけを持って頑張る個人がいると。でそれは自分を目的にするわから普遍的な目的ではない、何もないですよね。自分を目的にするわけで、特殊の目的を持った具体的な人格がいて、でしかしこの市民社会の中で自分の要求を実現したいというふうにこれあれこれ動き回っているその具体的な人格としての市民は他の人と交わることによって初めて自分の要求を実現することができる、こういう社会なんだ。でこれはあの商品交換を考えるとすぐ分かりますよね。自分の要求を満たすためには誰かと物を交換して、自分が今使いたいものを他の人が作るからそれを手に入れなきゃいけない。でそうすると契約とか、つまり共通の利益のための制度を使ってそれぞれが特殊の自分の利益を、自分の要求や目的を実現しようとする社会、これが市民社会なんだというふうにヘーゲルは市民社会を定義するんですね。ですから哲学史上市民社会というものを国家社会の全体を含めた市民の政治的共同体というところからあの転換して商品交換の経済というものを中心に市民社会というものを捉えた、それがヘーゲルであるというわけですね。でそれはなぜヘーゲルがそういう哲学を論ずることができたかというと、まさにヘーゲルの時代に資本主義的な社会が形成されつつあったから、それを捉えたということになります。でこの時にヘーゲルはあの市民社会は私的利害を持った、特殊な目的を持った個々人が、つまり相争い愛コミュニケートして作ってる社会なんで、この市民社会は普遍的なものではないっていうか、つまりあの、志の高い何かを実現するような社会ではないですね。これは人々が自分の要求を実現しようとする社会ですから、だからこれを、国家によって総括をして、その国家において総括をすることによって歴史は、このヘーゲル流の世界精神を実現していく方向に向かうんだという、つまり
私的な市民社会を普遍的な国家が総括をする、普遍的国家によって使用する、まあ、こういう論理で市民社会を位置づけたわけですね。つまりヘーゲルにとっては国家が普遍性を持った存在であると、こういうふうに位置づけたんです。でマルクスはこれを逆転して、でヘーゲルのが言うように市民社会が確かに、一番ポイントなんだと。でこれはロックやルソーはカントが言ったような市民社会じゃなくて、商品交換の社会としての市民社会が重要であって、実は個々に全ての鍵があると、歴史の発展は全部個々の在り方によって決まってるんだ。ですからヘーゲルは国家がその私的な利害に満ちたその相対立する市民社会を、国家の普遍性によって総括するって言ったけど、逆なんだよ、逆なんだよ。つまり国家そのものが市民社会の中で利害が対立しているその争いの帰結としてあるので、でこの国家を使用するためには市民社会の中でこの利害の対立が使用されることが重要なんだよと、こういうふうにまあ論理を転換するということになったわけですね。でこれでヘーゲルの関連論とマルクスの唯物論ということで、どっちが重要なのか、まあ、こういう議論をすることになった。ですからヘーゲルマルクスと言いますとですね、市民社会っていうものは我々が矛盾の中に置かれている、その矛盾を生み出しているその場であるという、つまり分析の対象として明確に位置づけられるわけですね。でカントのように自由で平等で独立の市民がソキタス・キビリスというものを作っていて、でそこではその人民に立法権が属しているというような、その社会を正当化する理屈としての市民社会論ではなくて、我々が矛盾に悩んでいる、いろんな問題を抱えているその現実体が市民社会なのであって、その市民社会を分析することによって我々の課題が解決されるんだというふうに言った。ですから市民社会はポジティブに積極に何か評価されるような価値的な存在物ではなくて、問題を生み出し矛盾を生み出すそのもの、分析の対象というふうに想定されたということなんですね。でそこでヘーゲル・マルクス以降は、我々の社会とはこういう社会なんです、社会契約に基づいて自分たちのお互いの個人の尊厳や権利や自由を守るために作り出した社会なのですよ、ですからそこにの構成員は全て自由で平等で独立ということを社会契約によって保障されているのですという、そういう社会の正当化の論議としてではなくて、問題の対象として市民社会というものが想定されるようになったと。でこれがヘーゲル・マルクスの市民社会論であると。で実はドイツはこの議論でずっともうこれ以降来たということなんです。ドイツの社会科学はヘーゲル・マルクス的に市民社会というものをビルガリ・ゲゼルシャフトというふうに位置づけて、それを前提に議論をするということが普通になった、なった。ですから法律学者の議論みんなそうです。市民社会というものには何のポジティブなイメージも与えずに、市民社会というものはブルジャージーの作った社会であって、でブルジャージーが市民社会を作り出すときには労働者農民の先頭に立って封建勢力と戦ったんだけども、その時にブルジャージーは市民社会の全員のために戦ってるふりをしたが実はしか自分たちの利益のためにだけ戦っていた。でブルジャージーはそのことを自覚はしていなかったかもしれないが、結果的にはそうだったんだというようなことを通常の法史学の教科書などもみんな説明をしているんですね、ドイツ人の場合は。ですからドイツでは少なくとも1980年代、に至るまでですね、ヘーゲル・マルクス的な市民社会論が社会科学においては支配的だったということです。でここから本題なんですけれども、それで新しいじゃあ市民社会論がどういうふうに展開してくるかということですね。で3ページ目の始めですが、ここも皆さんのイメージにうまく当てはまるかどうか難しいんですけども、新しい市民社会論というのは実はヘーゲル・マルクス的に言うと、市民社会のコンセプトっていうのは何のポジティブなイメージもないわけですよ。つまり市民社会というのは資本主義の社会として分析しなきゃいけないねっていうだけの話です。でそうじゃなくて、
市民社会っていうキーワードに何かポジティブな意味を与えようっていうのが1980年以降に出てくる。でなぜか、なぜか。でそのポジティブな意味を与えようというその発想は実は、ロック、ルソー、カント的な発想でもありますよね。非常に大きな流れでいくと、つまり ある社会の在り方を正当化するような議論をしたいということです。つまり資本主義社会というのは分析して問題を発見する対象である社会に過ぎないですけれども、そうじゃなくて、ロックやルソーやカントが考えた市民社会というのは我々がそれを正当化して我々はそれを発展させていくような社会として位置づけられているわけなので、その議論の仕方をじゃあもう一回1980年以降にやりたいというのが新新しい市民社会の登場の歴史的背景だと思います。でこれは国家の整理なんですけども、2つの文脈があったと。一つは独裁制に対する批判として市民社会が援用される。独裁制というのはソ連等の社会主義体制に対する反体制運動、つまり社会主義には市民社会がないってこういうふうに言うわけですよ。社会主義には市民社会がない、市民の自由がない、自由で独立のそして平等の社会のメンバーになってない、こういうふうに批判する。でそうすると一言でまとめると社会主義社会には市民社会がない、あるいは市民がいないとか、こういう批判になりますよね。こういう形で市民社会のキーワードが使われるようになる。だから一党独裁全体主義の政治体制に対して自由多元主義社会的自立、多分今中国では市民社会ってことは使ってはいけないって7つ使ってはいけないって言葉が大学に支持されてるんですけども、似たような状況があるんじゃないかと思うんですね。それからもちろんラテンアメリカですね、発展途上国の独裁体制に対する民主化闘争もこの社会には市民がいない、市民社会がないと、こういう批判をするという形で市民社会というキーワードが使われるようになる。それからより一般的に現代の国家や現代社会の問題性を指摘する、それを政治的知的に批判をするときに市民社会というタームが援用される。 どういう関連でか、あまりにも国家のが肥大化して何でもかんでも国家が人々の生活に干渉しなければならないような状況が生まれている、これ干渉主義的福祉国家、橋の上げ下ろしにまで国家が関与しなければならないような状況になっているけれども、本当にそれでいいのか。そうではなくて社会に生きている人々は自分たちの自治とか自律的というものをもっと前面に出して、そういう社会を自分たちの力で作っていく必要があるんじゃないかというときに市民社会というタームが使われるとかですね。から資本主義はますますグローバル化して、企業は多国籍化して、トヨタだって別に日本国家のために頑張ってるわけではなくて、トヨタという企業が世界で利益を上げるために日本国家あるいは日本の土地と労働者を利用してるだけだ、こういうふうな見方をすると資本主義がグローバル化してると、資本主義にはもう資本主義的企業には国籍はないと、でそうすると野放しであると、つまりもう大企業多国籍企業の方がそのそこらの国民国家よりも強くなってるわけですよね。強くなってる、一国の国家予算よりもはるかに大きな売り上げを上げる多国籍企業はたくさんあるわけですよ。世界は200近い国家ありますけれども、そのうちの150くらいは一番大きな多国籍企業よりも小さな国家予算しか持ってない、そういう状況が出てくるとすると、じゃあこういう、グローバルに展開する多国籍企業を我々の力で統制することはできるのかっていう話が出てくるんですよね。出てくる。で企業の方はどこに行っても国家の方に、そんなふうに労働者保護のルールをきつくすると私はあなたのところで立地しませんよということを言って規制緩和させるとか、こういうふうになっていくわけですから、じゃあこれに対してどう人民は戦っていけばいいのかって議論すると、じゃあグローバルな市民社会ってのはあるんじゃないか、世界的に市民が連帯する連合して何か新しい運動を
起こすことができるんじゃないか、まあ、その時に市民社会ということが扱われるとかですね。それから、まあ、日本の社会の中を見てもなんかみんなバラバラになっちゃってると、昔の共同体、昔は隣海があってとか、つまり地域の共同体が地域で子どもたちのことを十分面倒見るような能力を持っていたけども、地域の力もなくなってしまった。これに対して何とかしなくちゃいけないんじゃないのっていう時に、じゃあやっぱりもう一回その地域でそういう力を作り出すためにどうしたらいいんだろうかっていう時に、例えば人々がお互いに配慮し連帯し合うような社会を作っていったらどうっていう時に、この市民社会って言葉が使われると、こういうふうにですね。から新しい社会運動、環境保護、反原発、フェミニズム、反差別、新しい人権、まあ、いろいろ1980年以降ですね、これ世界各国でいわゆる新しいといわれる社会運動が、これ古い社会運動は労働者を中心にした社会運動ですけれども、この新しいっていうのはまさにその労働者中心ではなくて、いろんな利害を持った市民がつながってソーシャルムーブメントを起こすという、これが1980年以降世界で見られるようになってきて、でこれもそういう社会運動はどういう社会を目指すのかっていう時に市民社会ということが使われる。ですから使われるんだけども、じゃあその市民社会って一体何を言ってるのかっていうことはいろいろ多様なんですよ。いろいろ多様、私たちはこう考えるっていうことが漂白されてるだけなので、だから学問的に市民社会論と言ってもですね、よく曖昧もこうでなかなか整理がつかないと、まあ、こういう状況が生まれたけれども、とにかく市民社会というキーワードに新しい光が当たった。でもう一つ、これは僕が付け加えた論点なんですけども、1990年に、ソ連東欧の社会主義体制がヨーロッパで崩壊しました。東西冷戦体制はヨーロッパにおいて終焉を迎えました。でこれ以前の社会、これ以前の世界はどうなっていたかっていうと、僕らが子どもの頃から少なくとも青年の時代までですね、つまり1990年もうちょっと、まあ、早めに社会主義の競争力は失われていましたけども、とにかく世界は社会主義と資本主義という大きな対立構造によって成り立っているんですね。で体制間競争があるんです。体制間競争があって、こちらの体制の方がいいだろうというふうにお互いに競争しているので、資本主義は社会主義のメリットを受け入れて、つまり資本主義の、まあ、改革付きでその社会主義化みたいなことが起こる。でそれは福祉国家だというふうに大きくは言い過ぎることができるんですね。で資本主義というのは本当は自由と競争ですから、国家が人々の面倒を見るというような体制を作るというのは、これ資本主義の原理からすると違うじゃないけれども、そんなことで突っ張っていると社会主義から負けてしまうじゃん、体制間競争だから資本主義を改造して福祉国家的な資本主義にしよう、まあ、こういう動きが実は戦後ずっと進んできたんですけれども、これは社会主義のつまり競争的優位が完全に破綻してしまって、世界の対立構造は社会主義対資本主義でなくなった。なくなったら何になるの、じゃあ資本主義は野放しで、資本主義のままでどんどん行っちゃうのか、いや民主主義と社会主義、あごめんなさい、社会主義に対して民主主義と資本主義が勝利したという言い方もありましたけども、いやそうじゃなくて今度は本当に民主主義の出番なんじゃないの、労働者が自分たちのことをなんとかきちんとその権利や自由を守ろうとすると、これ社会主義に依拠して資本主義に対抗するという道がもうなくなったんだから、やっぱり民主主義じゃないか、主権者市民で、労働者は労働者としてではなくて主権者市民として資本主義に戦うということになると、これ民主主義ですよね。だからそういうふうに世界の対立構造がスイッチすると民主主義対資本主義っていうのを言い換えると、市民社会対資本主義社会、あるいは資本主義社会をもう少し日本語的な表現で言うと企業社会、企業が中心、つまり企業の動向が、まあ、日本を見てればその社会経済政策などを見てると、今回の働き方改革、働かせ方改革でも経団連がどう言ってるかっていうのは一番強い影響力を持ってるわけですよね、政権に。
持ってるわけです。そうするとあれは企業中心の政策になってるんじゃないかと、まあ、誰でも思うと思いますけれども、まあ、そういうのを企業社会というふうに言ってしまうと、これに対抗するものは我々の利害をどう守るかという観点から、やっぱり新しい社会の在り方というものを考えることになるんじゃないかということなので、これも標語的に言うと資本主義社会、企業社会に対して市民社会というキーワードで何かものを考えようということが出てくる。でこの大きく2つが新しい市民社会論登場の歴史的背景になったのではないかと思います。でそこでこの中で理論的に、まあ、いろいろ新市民社会論が論ずられる中で、その代表的議論として目されているのがハーバーマスのツビルゲゼルシャフト論です。でヘーゲル、マルクスはビューガリヒゲゼルシャフトという言葉を使って、ドイツでは1980年まで、その頃あの Google で Wikipedia 検索できませんから分かりませんけども、その頃まではビューガリヒゲゼルシャフトが圧倒的にシェアを占めているわけですね。で1980年以降に新しい市民社会のタームがドイツ語としても使われるようになってきて、でその議論を代表して、世界的にあの展開したという有名になったのがハーマスのツビルゲゼルシャフト論です。でこれ3ページ目のところなんですけれども、でハーマスは1962年に公共性の構造転換という有名な本を書きました。でこの公共性の構造転換という本は18世紀から19世紀にかけてイギリス、フランス、ドイツに市民的な政治文化運動としての近代的市民的公共性、モデルネ・ビルガティ・エフェントリヒカイトが存在したが、それがその後まさに労働と資本 の対立構造の中でそういうものが構造転換なくなっていったよということを、この公共性の構造転換の中で示した分析したんですね。でこのエフェントリヒカイトっていう言葉なんですけれども、これはあの公共性という1960年の本の中では公共性と翻訳されていますけれども、これ後で最近ではこれは公共権、権ってクライスですね、公共権というふうに翻訳されています。公共性っていうと抽象的な概念にのイメージしか出てきませんけれども、公共権となると領域ですよね。公共の利害を議論するために人々が集まっている空間というイメージが出てきますの で実はハーマスのこのエフェントリヒカイトっていうのはそのイメージにより近いので、最近では公共権というふうに訳されるのが普通になっていますが、でハーマスはこの公共性の構造転換の再版を1990年に出すんですけれども、この出した時にはすでにソ連東欧圏の社会主義体制が崩壊した、それを見ながらハーマスがこの再版の公共性の構造転換の再版に非常に長い序文をつけまして、その序文をつけてこの序文の中でこういうことを言った。自分は昔18世紀から19世紀にかけて市民的公共性というものが重要な政治的なイシューとしてヨーロッパ主要国に存在したということを分析したが、それが今日ツビル・ゲゼルシャフトの再発見という課題のもとに議論されていることを見ることができるところに行ったんですね。つまり市民が中心になって何か新しい社会を作ろうという議論が行われている。それがちょうどこれ18世紀から19世紀ですから、これヘーゲル・マルクス以前なんです。ヘーゲル・マルクス以前のこのシビル・ソサイティ、ソキダス・キビスの文化的な延長線の中でこういうのがあった。でそれはもういっぺんなくなったんだけども、もう一回それが議論されているというふうに私は見ていると、こういうことを言ったんですね。でハーマンさんなぜこういうことを言ってこの新しいツビル・ゲゼルシャフトの議論に共感を強く表明したかというと、もうここは簡単に言っちゃいますけれども、要するにソ連東欧圏が崩壊してハーマスは
もう革命の可能性なんかないんだと思ったんです。革命の可能性がない。これこんなふうに簡単に言ってはいけないですよ。ハーマスが本当にそう言ったかどうかって争いのある論点なんですけども、でも言うところそうなんですね。でもちろん革命といっても昔流の革命ではありませんので、ハーマスが考えた革命は民主的な多数派が政府を取れば、その政府の権力によって社会経済的な秩序を変えることができるという方向で社会変革が可能だというふうに思っていたっていうんです。思っていた。ですから1962年の本を書いた時にはそういう展望のもとで、展望のもとでその本を書いたんだけども、でもソ連東欧圏の崩壊を見るとですね、つまり国家を握っていても、国家を握っていても社会主義経済ってのは破産してしまったんです。社会主義経済は破産したどころか、社会主義国家は政治的な統合も達成することができなかったんですね。国内に矛盾を抱えてしまった。つまり社会主義国家にロイヤリティを持つ人っていうのは強制しないとロイヤリティを持たないという状況になってしまったと。だから国家を掌握しても経済も社会もうまくいかないってことが分かったっていうことをハーマスは言ったんですね。でそうすると革命できないんだったら何が残るかっていうことになって、でハーマスがそこに言ったのは、現代社会では国家は官僚制によって仕切られているし、経済もシステム的に動いているのであって、で そういうその経済システム、国家のシステムというシステムに対抗して我々人間がコミュニケーションによって何か守るべきものを守ろうという、まあ、こういう方向にハーマスは何て言いましょうか、市民の、目指すべき目標を設定したということなんですね。でそこでハーマスはそういう議論がシビル・ゲゼルシャフトという言葉の下で今いろいろ行われるようになってきているということで、1992年の本の中で定義をします。こういう定義をしています。ハーマスはこのツビル・ゲゼルシャフトを定義して、これはマルクスやマルクス氏が言うような、つまりビルガリヒ・ゲゼルシャフトではないのであると。つまり司法的に、3ページ目の下ですけども、司法的に構築され、労働資本財の市場を通じて操作される経済を含まない、私の言う市民社会にはもう経済を含まない、むしろその中心は自由意志を基礎において非国家的非経済的に連合する人々のネットワークである、ここにいた。したがって市民社会、新しい市民社会であるシビル・ゲゼルシャフトの核心は、公共権の枠の中で公共の利益の問題について問題解決に向けた討議を制度化する結社の制度、これアソシアション・セフェーゼンって書いてますが、なんか特別の制度ではなくて、要するに自由な意思に基づいて公共的な事柄について自由な市民が討議をして解決の方向を目指して提案するならば提案する、処方箋を出す、でそれを政治のシステムに乗せていって自分たちの生活世界、その要するにコミュニケーションによって成立する自分たちのその世界をシステムから防衛する、こういう戦略で現代は考えりがないのだ。でこの議論が新しい市民社会の議論なのであると。でここではまたもう一度市民社会にポジティブなイメージが付与されたということになるわけですね。でこれはハーマスの議論は一つの代表的な議論でして、つまりハーマスがそういう議論が行われているよというふうに注目したわけですから、すでにそういう議論が世界的にあって、それを彼がこういう形でまとめることによってさらに一層新しい市民社会論に拍車がかかったということになるわけです。さてじゃあ4ページ目です。ちょっと時間があと10分ぐらいで終わります。で、グラム氏の議論をちょっと取り上げてるんですけども、これ時間がないのでちょっと端折りますね。でグラム氏の議論もとても面白い議論ですが、これちょっと端折りまして、グラム氏の議論はですね、グラム氏はマルクス者ですから、ヘーゲル、マルクスの系譜を受けながら、しかしもう一度、ロック、ルソー、カ
関東の系譜に帰って市民社会というものを位置づけ直して現代の人民の闘争の方向性を市民社会論として打ち出そうとしたのがグラムシです。ですから、まあ、ある意味ではマルクス主義のオーソドクシーとはちょっと違う生き方を取った。で、僕の学生時代にはグラムシの市民社会論を議論する人もいましたけれども本当に少数派でした。さて最後です。4ページ目の5のところですけれども、じゃあ今まで、まあ、市民社会論についてある程度定義的にやってきましたので、学問的にどういうふうに議論したらよいのかなっていうのが最後のまとめです。で、今お話をしてきましたように、じゃあ市民社会っていうのは一体何をめぐって議論しているのかっていうことなんですけれども、これまとめると2つの理論的傾向に分かれる。一つは市民社会を議論している人々は目指すべき市民像、市民とは何か、市民とは市民的なバーチュー、市民的徳を持って、さっき言ったようにじゃあお隣の人に配慮をする、連帯をする、まあ、つまりそういう目指すべき市民像とは何か、あるいはそういう市民によって構成される目指すべき社会像とは何かということを論じているわけです。これはさまざまな論じ方があるので、これをまとめてもそれぞれがこういうふうに言ってるよって以上のことは出てこないわけですけれども、まあ、これを捉えて、ドイツの理論家は市民社会概念の本質化の議論と言ってます。つまり市民社会とは何か、市民とは何かっていうことを本質的に詰めようという議論です。でもこれは空中戦の議論ですよね。決め手のある議論にはなりませんけれども、でもこういう議論の仕方が一つです。で、これは1980年以降世界で起こっているさまざまな政治的なイシューが市民社会という言葉を使って分析し批判される、その中でいろんなイメージの市民社会が論じられてきた。で、その論じ方は私は市民社会とはこうだと思うというそういう議論である。これを市民社会概念の本質化の議論というふうに、まあ、一応言おうということなんですね。で、もう一つは市民社会を社会構成体、つまり国家経済社会全部含めて我々この生きている全部の社会の中のある領域として位置づけるって議論の仕方です。これを市民社会の領域関係概念化というふうにドイツの理論家は呼んでます。つまり全部っていうことになると、これロック・ルソー・カントになっちゃうんですよ。全部、つまり我々が生きているこの社会、ロック・ルソー・カントはこの近代社会をどうやって正当化するかということを考えて、これを市民社会というふうに名付けて市民社会だからという理解の仕方をして、正当化しようとしたというわけなんですけれども、で、どこかの領域を捉えてそれを市民社会というふうに言おうというふうにな議論なんだという観点から整理をすると、ここには3つ、今お話したには3つあった。ロック・ルソー・カント的市民社会は経済社会と分離されない政治的共同体、つまりロック・ルソー・カントの時代はもともと社会的な機能として経済と政治が完全に分離してないですね。資本主義的経済が完全に純粋に政治から独立して運動していないので、全体を捉えて市民社会と言ったわけですけども、で、これをシビル・ソサイティとかコルプス・ポリティックとか、で、カントはドイツ語で言えないのでソキエタス・キビリスというふうにラテン語を使って、これはゲゼルシャフト、ネムリッシュタート、ダサイストシュタート、つまり社会であり国家である、ここに行ったというわけなんですけれども、で、これがヘーゲル・マルクス的な市民社会になると、これは経済社会に限定すると、資本主義的な商品交換経済を媒介する社会に限定すると。実は我々のこの生きている社会を分析するときに一番重要で基本になるのが経済社会なんだというのがこのマルクスの唯物史観ですよね。で、そこを捉えた。だから市民社会は全歴史のかまどである。つまりマルクスの言う市民社会は商品交換的資本主義社会です。だからこれを分析したのが資本論ですね。で、これに対してハーマスは、マルクス的な市民社会論は今や
もう有効ではないというか、それをいくらやっても何の問題の解決の展望も出てこないので、自分は社会的問題解決を目指す市民のコミュニケーション的ネットワーク、これを公共圏エフェントリヒカイトに捉えて、これを市民社会、つまり新しくツビル・ゲゼルシャフトと呼ぼうというふうに提案をしたというわけですね。だから 1,2,3 それぞれ、社会構成体全体の社会、全社会構造の中のどこを見てるか、まあ、領域的に違うところを見てるということがここで分かります。でそうすると ① と ② っていうの議論の仕方があるんですけれども、これどちらが正しいかという議論ではなくて、市民社会をめぐってのはこのような議論の仕方があるということを前提にして、じゃあどう整理するかっていうのが ② です、両学校2です。で私がここでこういうふうに整理した方がいいんじゃないかと、これ実は5月の保守学会で言おうと思ってるんですけれども、場と領域と活動プロジェクトという枠組みで市民社会論を論ずることにしてはどうかで、このロック・ルソー、カント、ヘーゲル、マルクス、ハーマスといういずれの市民社会論を取ってみても非常に抽象的な共通性があるんですよね。でそれは何かというと、その市民社会論が論じられるときに、その市民というのは主体としての主権者的市民が絶えず問題になっているんです。つまりロック、ルソー、カント、いずれもそうです。でヘーゲル、マルクスの場合にはそれは主権者的市民というのは中心に出ていませんけれども、そこではしかし経済的な動機に基づいて活動する市民というものをそこで捉えているわけなので、いずれにしても主体としての主権者的市民が捉えられていて、そしてそこでどういう活動をするか、市民の社会結成的活動の在り方が問題になっている。そしてその場を市民社会と呼んでいる。でこれは共通性があると思うんです。ただ場、領域と活動プロジェクトという2つの視点から枠組みを作ってはどうかというわけですね。で学問的な課題を設定するとどういう設定の仕方が可能だろうかということなんですけれども、あるべき市民像とか市民とは何か、市民社会とは何かというのを本質的に議論しようとするとですね、これは実証的には決着がつかない、当たり前ですよね。これ哲学論争であり価値論争になっちゃうわけですから、実証的には決着がつかないけれども、実は一番大事なのはその議論の中身です。人々が何をもってあるべき市民、あるべき社会と考えているかということが、実はこの社会のことを考える一番重要な素材なんですよね。それがなかったらこの社会はどうなるかということは分からない。みんなが何を考えているか、どういうものを望んでいるかということを知ることによって、初めてこの社会がどういうふうに変わろうとしているのかということが分かるわけですから、どちらが正しいかということを決着はつきませんけれども、どのように人々が市民や社会の像を求めているかということは把握しなくちゃいけないだと思うんです。でそこで、これはまあ最後は新しい市民社会論に敬意を表するということになっちゃうんですけれども、場と領域として市民社会を設定する、つまり個々の場所において、個々の場所において何が行われているかということを探求しましょう。でその場は、ハーマス的な公共圏の場を設定する。でその公共圏の場でどのようなさまざまな市民のプロジェクト活動が行われているかを調査し、かつそういう市民のさまざまなプロジェクトの調査を通じて、それはどういうふうな社会的作用を果たしているかを研究し、そして最終的にはそういう市民のプロジェクトがさまざまに多様に展開しているその場の研究ですから、個々の市民的プロジェクトの調査を通じてその場の構造は何かということを明らかにするということにすれば、これ学問的実証的課題にとして設定できるのではないかな。ですから4の最後に、学問的課題の設定としては、市民社会の場領域を市民的公共圏、国家と経済のシステム及び家族生活世界から独自の
市民的公共的活動空間に場を設定して、これ共通です、これ共通ですよね。でそこにおける具体的市民プロジェクトを調査し、かつ場領域の全体の構造をその具体的な市民的プロジェクトの調査を通じて分析する。でこういうふうにすれば、市民社会の帯同と放射外学という5月の全体シンポジウムで放射外学の課題とは何かっていうのはこうじゃないですかっていうことを言えるんじゃないかということなんですけれども、で最後にですね、5ページ目の一番最後に、じゃあその市民的プロジェクトっていうのを具体的に何をもって多少の実証をするかということで、これを取り上げてくれという企画の趣旨を書いた若い人の注文で、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合というのは実は2015年の12月に結成されていまして、私は名目上そこの代表になっているんですけれども、でこれ市民的プロジェクトです。でこの市民連合の目標は、安保法制を廃止させることですね。で法制を廃止することを目標にしてますから、これ単なる法案反対運動を超えてるわけですね。で議会の多数派を取る必要があり、議会の多数派を取るということは政権交代が必要なんだというふうに、その目標を達成するためには目標の範囲が射程が展開していくわけです。でそうすると市民連合は選挙運動に参加をして、自分たちの目標を達成するための新しい議会多数派を作るような運動をしなくてはいけない。でしかしこれは市民のプロジェクトであって政党プロジェクトではないので、活動のあり方もそれによって当然に枠付けが生まれることになり、でその枠付けとは何かっていうと、自分たちの要求を実現してくれる、自分たちの要求を共同できる複数の政党をつないで、複数の政党をつないで、でそこに市民の要求を反映させ、共通政策に反映させて、そして政権を作る市民の運動を展開する。でこの運動は中央に一定の組織がありますけれども、これは組織的なネットワークではなくて、至る所に同じ志を持った全国各地に市民の運動が起こって、で そこそこに地域に自律的な市民連合組織が作られて、で作られるとそれが全体として連携を取るという格好に展開している。でまさにこれは市民社会という場の中で市民的プロジェクトがどのように展開しているかということの一つの実証的な素材になるんじゃないかなというふうに考えて、最後ガデインシーなんですけれども、ちょっと時間をオーバーしました。以上でございます。ありがとうございました。いくらでも展開すると議論が広がっちゃう。おっしゃる通りだと思いますね。だから今おっしゃった話は、結局のところそのいかなる市民社会をとか
イカの市民とかってその内容の問題に立ち入って、それぞれの人々が戦術と戦略論を考えてるわけですね。でそれが市民社会をめぐる議論として展開していて、でそれは多様にあるので、そうですね、でその議論の仕方そのものを今日は枠どういうふうに設定したらいいかってことをやってみたっていうことなんですよね。でそこに入り込むとそれは本当にあの神々の争いになるかもしれないし、ただし社会科学は本当にそこまで立ち入って本当に社会科学は展望をあの与えることはできるんですかって話になっちゃうんですけれども、いやおっしゃる通りです。すごい問題が考えてるんですけど、その市民社会としては一つなんですよね、場としての市民社会って、まあ、そこにいっぱい人があったのかというそれもだからあのそれもあの細かく議論すると場ということになるので、至る所に市民社会があるっていう、うん、そうです。イシューに従って場ができるので、その場という問題と、そう、僕は部分社会というようなものが形成されてきて、うん、それはあの個人の集まりである社会なんだけど、部分社会なんでそれぞれ違うんじゃないかな。でそこにあの通じた一般意識みたいなのがあるかっていう話になってくると、これ場を設定したということの中に含まれてくるわけです。あ、そうですね。だからね、これはあの要するに公共的なイシューについて議論をする場と言ってるので、何が公共的イシューかによって場の設定の仕方が違ってくるんですよね。でその場が作られて、その関係する人が集まって、だけどこの公共的イシューを解決するためにはこの場だけではダメだというふうに場で認識される可能性もあって、でそうするとそれは広げるとかつながるとかって話も展開していくので、まあ、ある意味実践の理論だと。そうです。でこの議論だけでは済まないんですよ。これをやるとまたいろんな議論出てくる。理科系的にその実験の場で、モチベル・ゲバス先生がおっしゃるような話で言うと、例えば今ツイッターとかああいうものがあって、そのいろんな形で医師が一つのこう場をいっぱい作るという構造があって、それがどういうふうに変わっていくのかの、そうです。結局あのこの前の安保法制の問題でも、その盛り上がってる人と全然こう違う人がいるという話を常にこう見ていくと、 そこの問題をもうちょっとこうなんか解き明かしようと、個人に不足して、なんかそれでなんかいい社会をほんまに作ろうかどうかっていう議論をやっぱりまあ理科系と文科系であるということは大事かな。放射学者は調査をすることが崩壊者学者と違う、こういうのメリットなんですけれども、うん、こういうふうな枠組みを設定しないと調査に入れないんです。そうですね。うん、で実際 やってごらんなさいって、どういうふうになってるのかって調査してきて、でそうすることによって場の構造も見えてくることになるんじゃないかっていうので、僕自分ではやりませんけど、まあそのそれポイントで一番来ると思うんですよね。例えば 1% 利潤率がつまりある国家
あのゲザンプカピタールのうちで 1% 毎年利潤が上がると。で、企業の利潤じゃないですよ、国全体の。でそれはだんだん下がっていくわけで、で、なぜ下がるかというと、あの産業が高騰化すればするほど、あの固定資本の部分が大きくなって、あの搾取部分が相対的に小さくなりますから。だからここに10年20年 AI なんかバーッと入ってくると思いますけども、あれやると、全体的需要価値って上がる、つまり生産性はすごく上がるんですね。でもあのものすごいお金かかるから利潤率は低下せざるを得ないわけで、だからそういう視点、を考えた時に、つまり資本主義的な生産様式とは違う生産と分配と消費、そういうあの社会を構想した時にやっぱり社会論のものすごい重要だと思うんですね。いやいや、あのいいえ、あのこれも一つの議論の仕方なんですね。であの、マルク主義にこのビラヒ・ゲゼルシャフト論以外にアソシエーション論というのがあって、だからその、まあ、今新しい市民社会の中でいろんな議論が行われている、つまり目指すべき社会論として、そこにマルクスのアソシエーション論が位置づけられるということも一つ の, あのなんていうか道筋としてはあるんですけども、でもそれ確定的になかなか難しいっていうことになっているんですよね。ですからそこも含めて、 あるべき社会論の中にはマルクス主義的なものが目指したアソシエーション論もあるということも含めて、ただし私が整理したのは、少なくともドイツの社会科学において、オーソドックスな社会科学においては1980年まではディ・ビルヤヒ・ゲゼルシャフト論、ヘーゲル・マルクス的なものが圧倒的なシェアを占めているので、だから80年以降新しい市民社会論というものが注目されるようになったという、そういう構図ですね。ただし初期マルクスについて非常に関心を持っていた人たちは昔からいるわけなので、その人々はずっとそういうマルクスの市民社会論理解おかしいという議論もずっとしてきていますので、そこは確かに等しいなではないところが残っていると思います。で、資本主義はこのまま続かないというのは、そうなれば私もいいなと思いますけども、今のところはですね、むしろその資本主義をどうやってみんなの力であんまり無ごくないものにできないかっていうのが課題になってるんじゃないかっていうのが率直な印象ですね。で、どうやって止められるかっていう、自然に資本主義が自動的に壊滅するっていうことならばあれなんですけど、そうじゃなくて、やっぱり人々が資本主義についていろんな問題を出して矛盾を指摘して、でこういう制度を作ろうとかっていうことを言うことを通じて初めて資本主義自身が変わっていくし、あるいは別のものに変わっていく可能性があるので、そこのところはなかなか楽観できないな。ただしもう資本主義は時間稼ぎの資本主義に入っていて、でそれはもう多くの人が言ってるんですよね。利潤が保証できない、利潤が獲得できないような資本主義にもなっちゃってるので、なんとかいろんな格好をつけて、つまり資本主義って利潤を増やさないと次の再生産できないっていう構造になってるわけですから、でそこのところの問題はもう本当に多く指摘されていますけども、でも僕は本当に経済学者を、こう経済学者が言ったらごめんなさい、経済学者って本当何やってるのかだと思うんですけども、本当に信用できないっていうか、まだ法律学者はマシだと思うんですよね。まだ法律学者は嘘つかないって、法律の解釈やってるだけですからね、嘘つきませんよね。それは300大言的にあることもあるかもしれないけども、人々を大きく惑わすような嘘つきませんけれども、経済学者は嘘つくんじゃないかと思って、それが心配ですね。すいません。まだまだ議論は尽きないと思いますけど、時間も限りされましたので、どうも今日はありがとうございました。すいませんでした。今後のますますのご活躍を記念しまして、もう一度は拍手どうもありがとうございました。